本プロ野球選手会と日本野球機構による事務折衝が25日、都内で行われた。保有制度や肖像権に関する議題のほか、試合時間短縮に関しても話し合われた。打者が打席に向かう際に流れる登場曲は10秒以内とするよう、定められている。昨年11月のオーナー会議で、打者間の時間30秒以内の徹底が改めて確認された。一方で、選手会の森忠人事務局長によると、選手や選手会のホームページに届いたファンの声では、今まで通りでいいんじゃないか、という意見がある。この日の事務折衝で要望として伝え、継続審議となった。森事務局長は、時短って方向に行き過ぎてて、ファンはどうなのかなってところもある。日本の野球がそういう方向にあんまり行き過ぎるのは、ちょっとどうかなっていうのは感じてるってことです、と警戒感を示した。時短により得た数分よりもはるかに大きいものを失ってるよな。誰のための何のための時短なのかすらわからんし、ファンの声なんか最初から聞いてないみたいだからなんともね。時短はいいけどつまらなくするのは違うわな。登場曲を10秒に減らしたところで、バッターボックスに入るまでの時間が選手によって異なるからな。まも面白いスポーツだし、あまり時短しすぎるのもどうかと思う。日本は日本のやり方でええんよ。ピッチクロックは賛成だけど登場曲のカットは反対やわ。そらそうよ。神宮行って塩見の G1 ファンファーレ聞けないの寂しいわ。切実に登場曲は戻してくれ。今からなら間に合うぞ。戻せ。人的保障に反対してる割には、案外まともなことを言うじゃない。選手会がこうやって意見を示してくれるのはありがたいな。ようやくまともな意見が出たな。時短はファンの意向を無視してるし。登場曲を短くするのだけはマジでやめてほしい。球場が一体になるあの光景は絶対になくしてほしくないわ。